玉、まま、んかね面にもこう意志の強さっていうかでもほんとにいい子あの、ライトセーバーみたいにそう刻みのりというかはい皆、えー、さんこんにちるちる商業ビューレビューサイトちるちる記者の明智光子とキリンですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日紹介したい作品はこちらですはいどどんウケの,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 の方ですね 受けの帝くん、そう、いらっしゃいませ。この子がまあ御曹司、まあいいところのね、お坊ちゃんなんですけれども、まあ実はサブっていうの ね、性別が判明しちゃううっってていおお話になっておりますで、さっき「サブ」って話をしたんですけれども、まあ、こちらねドムサブ作品となっておりましてで、まあ、そのドムサブって何っていう方もいらっしゃるかと思うのでちょっと説明するんですけれども、まあ、オメガバースでいう,こうアルファとオメガみたいな感じでそのドムサブ界にもこうドムの人とあとまあノーマルの普通の方とあとサブっていうその大体3つの人 あとスイッチですかね。の、まあ、4つのねこうカテゴリーにざっくり分けられていて、まあ、その中でドムっていうのがもう支配したいだったり守りたいっていう欲求が出てくる人でサブは逆にこう守られたいだったりあとはこう支配されたいみたいな、ね、欲求が出てくる子っていうのでドムサブユニバースという ジャンルがありまして、そちらの作品になっております。この作品はなんといっても、もう初映画あまりにも麗しいですよね。うんうん。こんな綺麗なお顔。ね。で <laughs> もうマジう、まじご尊顔って感じですよね。まず目を引くジャケットですよね。うんうん。なんかね、目にもこう、意志の強さっていうか、芯の強さが出てる感じ、ね、に吸い込まれてしまいそうな瞳を持っていますね。で、こうパッと見ると、結構ドムっていうか、強い感じの男。 残って感じがすするんですけど実はそう「サブ」っていうところにねあらすじじゃあちょっとキリンさんに語っていただきたいんですけど。<laughs> サブだけど、うん、サブとして生きることを許されていないみたいな形です,、うん、すごい大きな財閥のグループの後継者として「うん、こうお前はこのグループを継ぐのだ」と。 育ててられて、うんうん、ドム至上主義みたいな形のお家だったので、うん、ちょっとサブなのはちょっと指令のお医者さんのつてを使ってね書き換えようかみたいな <laughs> さらっとこうやってしまうようなお家に生まれ努力努力を重ねてでも。 ドムですと周りに信じ込ませる努力の男という形なんですけど何でしょうね癒し系のセメント出会うというか私は癒し系に感じたんですけど<ー>まあ出会ってちょっとこう帯に書いてあるサブである俺自身を認めてほしかった言葉が大変効いて。 ポイントになってるかなと思うんですけど。それをね。じゃあ、もう、その関係性がね。そうで、ね、たいいっていうことですよね。なかなかこう抑圧されて生きてきたよりどころにね、なってくれるかなと。ドムサブって結構こう命令。カウンドがね、結構印象的だと思うんですけれども。なんかこういう、まあ、強いというか、自分。 でこう一人で歩いていけそうな感じうん、うん、キャラクターがこう例えばまあニールだったりカムう、うん、みたいな感じでコマンドを受けた時に素直にね本能に従ってこうクイッと動いちゃうところとかねやっぱねこう大体薬で押さえつけるみたいなパターンをよく見るかと思うんですけどうん、うん、そのね薬で押さえつけられたのを初めてプレイとかしてえめっちゃ体楽になったみたいな。 そこも癖になっちゃうし普通に替えも癖になっちゃうみたいなのがねいいですよね。<laughs> えー、いいですよね。 そうなんかそのドムサブでサブの属性として何週間か何ヶ月かでこうその自分のまあ性欲をうん、うん、抑圧されるとこう体に不調が出てくるっていうかねうん、うん、だるさとか熱が出たりとかそういう体調不良が出るんですけれども、まあ、そういったのをこうドムのこうコマンドだったりまあ全体のこの,あの行為を通して体調が良くなるっていうね。うん 描写もまた魅力の一つですけれども、そ,ね、そのプレイってなるとあのお色系シーンもやっぱり出てくるわけですよ。うん、S&M チックなまあ全体カテゴリーになるので、うん、まそういうエッチな話が出てくるんですけれども、うん、キリンさんがこうどうど,どこのシーンで <laughs> <laughs> あやばいこれコンロが点火しちゃうみたいなポイントとかあったりしました <laughs>、まあ、ちなみに最初に修正の話をさせていただくと、はい、最近ね白抜きの修正って結構多くてねあ白抜きあのライトセーバーみたいにそう,、ね、そうあのとわっと止まってしまう、ね、<laughs> 修正が結構あるんですけど、はい、こちらは刻みのりというか、うん、麺類でしたね なんかそう黒抜き短冊とかよく言われますけど <laughs>、うん、それが白いのでねそうですねそうめんきしめん、ね、そうめんきしめんそ麺みたいなめ <laughs> 麺 <laughs> そういうね麺類でおおというそう割と習性薄めでしたね <laughs> 薄めでしたね大変ありがたいなと思いながらで私はその中でちょっとこう、うん、あのゴールデンなボールをが包まれている部分というかが、うん、すごくこう よく見られるというか <laughs> あ<ー>よ,くよくご覧にな,なっていただけるシーンが多いというか <laughs> おーって思いましたねあれですよねあの2つのねそうですね玉がね玉を感じられる描かれ方というかねこうなんか重力にこう従ってぶら下がっている感じというかぶら下がったりちょっともこっと見れたりみたいな。うんうん たたままですね <laughs> すごいニッチですよね <laughs> そうやっぱりそういう、まあ、白抜き系になるとね、うん、そこまでこう全部白くなっちゃうっていうか全て発行している作品って結構多いんですけど、ね、書き込まれているのかもしれないけど、うん、これそれ私たちが見ることができないという大変悲しい事案が最近ね多いですよね。 めちゃくちゃゃく良かったですよ、ね、よたでたもちろんね他のところもすごくいいんですけど大変印象に残ったのはボールでしたねボールでしたかはい、はい、なのでまあそういうねこうページ内の細かな書き込みも、ね、もちろん魅力的なんですけれどもうん、うん、なんかこういうその受けのその内面いう というか生き方としてのねそういうストーリーリ性もすごまあ本当とに何かこう私が読んだ感じこの子が本当にいい子というかうもうなんか誰のせいにもしないというかうだからこそそうなんか許しを求めてしまうというかもうなんか何にも悪くないのにと思ってちょっと涙が出てくるような高校生もっと。 自由に生きてほしいんと思らでも本当にいい子誰かの救いにもなっているのに許しを自分を求めてしまうという大変悲しい<ー>悲しい境遇といとうかね、うん、この受け自体が強い光を持ってるからこう救済はできるけどその受け自身を救済してくれる存在っていうのがなかなかいないですね今までいなかったんだなみたいなねうん、うん。 でもそこですいませんちょっと外見の話にまた戻っちゃうんですけどまた <laughs> ねこの作家さんの顔のパーツの華やかさもかなり良くないですかそうですねやっぱもう顔がいいってもうね, 1>, ね1から100まで顔がいい全部通して顔がいい,がい,いなんか特にやっぱりこの泣き顔っていうかうん、うん、汁気が出た時の顔の描写めっちゃよくないですかです、ね、いいですね。 まあ涙もとか目から出る汁もいいし、うん、あの口から出る汁もいいし。<laughs> 汁がね、ちょっと顔に飛んだ汁もいいし。ああ確かに。汁系いいですね。ね、こう粘膜っぽいちょっとね、うんうん、粘っこそうな感じの液出てるととろっとした感じの、そうとろみね。とろみいいですよね。とろみ大事ですよね。<laughs> そうでこうそれが出てきている最中のとろ顔っていうかちょっとねこう目尻が下がったような表情とかあのう,、ね、うんあんかけねあんかけあああんかけねあんかけのお顔が大変こばしい確かに <laughs> こばしくて なんか片栗粉いっぱい入ってそうなの、ね、とろとろ感あります。片栗粉確実に入ってますね。ね入ってますよね。うん、そうねサラっていうよりはとろっと完全にとろみがある。いやとろみがある。とろみいいですよね。いやいいですよね。夢が詰まってる。<laughs> 食べちゃいたくなるような表情っていう感じでうん、うん、めちゃくちゃいいので、まあそれがねこうあんかけってどんなのだろうって思いながら <laughs> 想像しながら見ていただけると嬉しいです。<laughs> はい,はい。<laughs> ということで、えー、今回は、えー、山田のの先生のレトリックをご紹介しましまた、えーねあのー、こちらのねチルチルのサイトではこういうまあレトリックだったりをはじめとしたもうドムサブ作品もたくさん掲載されていて、まあ、これもねあのかなりコメントだったり評価が寄せられているので是非是非そのユーザーコメントも参考にしながら、ね、神作をあさっていただけると嬉しいです。です。です。 はいということで今回は「えー、ドムサブ」作品としてこちらの作品をご紹介しました。はいせーのバイチルありがとうございました。